かないことを言ってる人間って誰にも気がつかないけど、地獄言葉を言ってる人にものすごい速さでとんでもない悪い方に向かってる。天国行きの言葉を喋ってる人はものすごい勢いでいい方に向かってる。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。人生の分かれ目というのは本当に一瞬のことです。ほんの数秒で物事は動いています。そしてそれによって人生が右に行ったり左に行ったりするのを体験したことがあるかもしれません。なぜ一瞬でいろんなことが変わるのかというと、神様の速度と私たちの速度が違うからです。私たちが一瞬に感じる時間も神様のそれとは違います。ひとりさんは神様の時間に合わせて行動することを勧めています。神様の時間と私たちの時間の違いとを理解すれば、目の前で起きることの意味が正しく理解できるようになるでしょう。正しく理解してそれに従えば、間違いなく人生はいい方に進んでいきます。今回は神様の時間と時間調整についてのお話です。このお話を何度も聞いて理解すれば、その時からどうすれば幸せになれるのかがわかります。ぜひ最後まで聞いてください。はい、おはようございます。今から100回聞いてくださいの話をします。ぜひこの話も100回聞いてください。今日はすごい得になる話ですよ。神様の時間調整っていう話をします。これはこの前入れた、題名なんつったかな、月を呼ぶ話っていう、本当に月を呼ぶ話っていう、の中の追伸の追伸で喋ってます。その時に、詳しく話しますからねっていうのが、神様の時間調整という話です。では始めます。自動販売機に買いに行ったら、コーラかでもジュースでもいいんだけど買おうと思ったら、なんだ10円足んなかったなと思って、また取りに行かなきゃいけないな、なんだついてねえなと思っちゃうことがありますよねって、そこでも、ついてるよって言うんですけど、なんでそれでもついてるんですかっていうのが、実は神様の時間調整っていうのがあるんです。そうすると、例えばの話なんですけど、交差点で交通事故に遭うっていうのは、向こうから車が走ってこっち来てこっちから来てドンと当たるんです。本当に0秒です。偶然出くわします。でも、もし10秒違っちゃうと、車って10秒あるとすごい走るんですよ。1分つったらもう見えなくなっちゃうぐらい、その車が走っちゃうんですよ。そうすると、ぶつかるべき定めの、ドンって当たるべきタイミングを、神様が時間調整してずらしてくれるんです。それから、道を歩いてます。そうすると、パッとこう、洋服とか普段目につかないのに、例えば男の人だと時計とか、ほっと、おるっと目をつくと、1、2、3、4とか、本当にこう、10秒でもいいから、見る。そうすると、自分って何にも、私、交通事故も何にも怖いもんとかしたことないのよ。っていう人、そういう人は、うまく神様が時間調整してくれる。それから、なんか体がね、ふっと押されるような気がするときってあるの。そういうときっていうのは、さっ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 とちょっと早足になる。それから、引かれるって言って、なんか、こう、少しこう、のんびり歩きたいなっていうときもある。で、そののんびり歩いてる間に、間が、よく間が、間っていうこの悪いものがぶつかり合うときがあるんだけど、それがずれちゃうんです。それからもっと言うと、電車に降ったらいつも乗れるのに乗り遅れちゃった、ついてないなって言っちゃう人いるけど、そうじゃなくてついてるんです。で、その結果、例えば周りをこう見渡してみると、
何かが目についたり、同級生に会ったり、次の電車のに乗った時に何かヒントを得たり、っていうことが起きるの。それを、せっかくいい方に調節してくれてるのに、ものすごく焦っちゃって、慌てちゃうと、ピタッと元の悪い時間に会っちゃう。そこからまた悪いことが起きるような。だから、必ず慌てなくていいんだよ。慌てるって、人を慌てさせるっていうのは悪魔の力だって昔から言うのね。で、ちゃんと落ち着かしてくれるのは神様の力だと。で、なぜ慌てるかっていうと、自分がついてると思ってるとき焦りまくってる人とかいないよ。ね。あ、急いで仕事しちゃいけないって言うんじゃないんだよ。サッカーの選手でも何でもダラダラやってちゃ、球なんか入らないよね。だけど、焦りまくっちゃったらもうダメなんだよね。ついてると思ってる人で焦りまくってる人とかっていないよ。電車で一個遅れたからって焦りまくっちゃうより、ついてる私がこういうことが起きるんだから、だから日頃天国言葉を喋ってる人間は、神様が押したり引いたりしてくれる。10円玉が足りないこともある。それまでついてるんだ。電車に一つ乗り遅れることもある。だけど、ついてるんだから大丈夫だ。で、その中から、例えば会社に遅れそうだったら、実はこういうわけで電車が一本遅れましたって電話を一本入れるとか、悪いことが起きる、ついてないなと思うんじゃなくて、ついてる私に起きたことなんだから、正しく処理すればいい。で、たったこれだけのことを知ってるだけで、今日さ、押されたり引いたりしたのよ。それから、車が行こうとしたら、もう今日ついてないから行こうとすると信号が赤赤になっちゃうのよ。そういう時は行っちゃいけないの。逆に言うと、焦って一個だけでも信号黄色のとこ入って抜けちゃおうってするよりも、ゆっくり止まるの。で、そういう時はゆっくり走るの。で、その間にすべてのこと、すべてのことがあなたにいいようにぐーっと宇宙が動いてくれる。だからついてる人って寝てる間にまで神様が宇宙を動かしてくれる。で、あなたに都合がいいように、そしてあなたに得なように調整してくれる。だから天国言葉だけ喋るようにするの。そうすると本当にすごい勢いでぐーっと回してくれるの。この地球だって一日で一周回るっていうのはものすごい速度なんだよ。だけど回ってることすら気がつかない。太陽の周りを一年間で一回回るって言うとものすごい速さなんだよ。でも動いてることすら気がつかない。だから神様のやることってみんなが慌ててやるようなことじゃないの。ものすごい速さなんだけど誰にも気がつかない。だからついてる人間、またつかないことを言ってる人間って誰にも気がつかないけど、地獄言葉を言ってる人にものすごい速さでとんでもない悪い方に向かってる。天国行きの言葉を喋ってる人はものすごい勢いでいい方に向かってるの。で、向かってる途中にいろんなことが起きるんだけど、すべてがいいことなんだよ。だから10円玉を忘れたこともね、ついてる神社へ来て、ひとりさんに会えることも会えないことも、すべてがいいことなの。あなたにとって最善の形で宇宙が動いてるんだよ。っていうことです。この話分かりづらいけど、100回聞くと分かります。よろしくお願いします。100回聞いてください。感謝してます。ほんのわずかな時間差で人生が大きく変わります。例えば道を歩いていて、普段は気にすることのないショーウィンドウが目につき、ほんの数秒立ち止まったとします。その数秒によって事故を免れることがあるのです。多くの場合、自分がそれで難を逃れたことに気づくことはありません。ですから本人にしてみれば、自分は事故に遭ったことがないと思うだけですが、実はそこには時間調整が働いていたりするのです。これまでの人生でトラブルがないのは、すべて神様の時間調整のおかげです。神様はあなたがトラブルに遭わないように、こうして少しずつ調整をかけてくれています。
神様が教えてくれるときは直接的ではありません。ふと背中を押されているような気がして早く歩きたくなったり、また逆にゆっくりと景色を見ながら歩きたくなったり、そうやって何かしらのサインを送って上手に調整してくれます。時に電車に乗り遅れるというハプニングがあります。これも神様の時間調整の一つです。あなたがその電車に乗れなかったのは何か意味があるのです。次の電車に乗ったことでひらめきを感じる出来事に出会ったり、電車を待つ間に懐かしい人に再会することがあったりします。神様はすべての人に等しくこの時間調整を行いますが、それを活かせる人と活かせない人がいます。電車に乗り遅れたことをついてないと感じる人には、神様はそれ以上は与えません。それどころか、その人が感じたままついてないことを引っ張ってきます。反対に電車に乗り遅れたのは、ついてる自分に起きたことだから、これはついているんだと思う人がいたとします。神様はそんな人には、そのままついてる状況を与えるでしょう。ついてる人はこのことを知っているので、決して焦ったり慌てたりしません。すべてありのまま、神様の采配を受け入れてそれを良しとしています。だから神様がついている人はいついかなる時も落ち着いています。人を慌てさせるのは悪魔です。予定の通りに進まないからとイライラすれば悪魔の思うツボなのです。信号が変わりそうなところをすり抜けるように走り抜けてはいけません。それは神様からの信号を無視しているのと同じです。ここで止まって時間を調整するように神様が計らってくださっていることに気づきましょう。とにかくゆっくりと丁寧に動くことが大切です。これは俊敏に動くなということではありません。スポーツやとっさの判断では素早く動くことが要求されることがあります。その時は必要に応じて動いてください。しかし気持ちが急いで、それに引っ張られるのはいけません。また一見トラブルに思えることをそのまま受けてイライラしては、神様の心を見失います。何があってもついてる自分に起きたことだから、これはついてる証拠だと受け入れましょう。そうすれば正しく対応できて、いいように物事は進みます。あなたが丁寧に行動していれば、その間に宇宙がいろんなことがあなたにとってうまくいくように時間調整をしてくれます。私たちは気づかない間にいろんな宇宙の采配を受けています。今この瞬間に地球がすごい勢いで動いていることにも私たちは気づいていません。しかし宇宙は動いているのです。私たちが気づくべきは自分の身に起きることはすべていいことだということです。もしかしたら今はそれがとんでもないトラブルであるかに思えるかもしれません。しかし神様の時間で見れば、それは意味のあることです。そしてそのトラブルに見えることは、決してあなたを悪く貶めるためのものではありません。そのことに気づけば、トラブルに見えたことはやがていいことにつながっていきます。自分の身に起きるのはすべて最善と理解しましょう。ジュースを買おうとして10円足りなかったのも意味があり最善です。行くはずのところに何かがあって行けなくなったことも、神様の采配でそれがあなたにとっての最善です。私たちは本来みんなついてる人間です。だからついてる人に起きるのはついてることだと信じてください。そうすれば本当についてる人生がやってきます。すべては神様の心のまま。私たちみんなに幸せで楽しい人生を望む神様のお心を信じてください。慌てず急がず、ゆっくりと楽しんで毎日を幸せに過ごしましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。